また来ております。はい、静岡県ラジオネームウィングさんからいただきました。うん、やっぱりゲッツさんの皆さん、こんばんは。こんばんは。タクよ。なんで俺だけタクだよそれ。急に。先日ネットニュースで浜口さんが筋肉マン芸人としてイベントに参加し、女の子に技をかけられている記事を見ました。そこでふと思ったんですが、〇〇芸人もしくは〇〇芸能人と自分で名乗るとしたら、皆さんは自ら何を当てはめますか。あ、タクは炎上芸人ですでにありますが、他にあれば教えてください。何なんだよ俺だけ下に見てるやつ。何なんだよ。なるほど。あ、そうそう、ネットニュースでね、筋肉マンの、はい、また金消しが出るっていうイベントで、岸田明さんが歌ったと後に僕らがそのバンダイブースにバッて出るみたいな。筋肉マン好きなんですか。もちろんもうずっと好きで、でそのアイドルでプロレスもやってる佐伯さんっていう、ああ佐伯さん、筋肉もりもりの、そう、すごいので、俺70近くあるから、うん、で、生がさ、150ちょっとぐらいでちっちゃいしさ、はい、女の子やから、さすがに、今までもプロレスラーの人に持ち上げられた時に、うん、結構軽く見られてて、パッて持ち上げると、結構ふらつくとかってあったのよ。俺は体重、意外重いですよって。で、楽屋札の時に言って、はい、僕のことそうやる時に、大変だと思いますよ。はい、みんなの他の技に変えた方がいいと思いますけど、って言ったら、あ、いや、いけますって。無理してはんのかなと思って、本番やってもらったら、びっくりも、びっくりともせん。もうめっちゃ安定してて。しかも、カメラに俺の顔もちゃんと映るように、うん、なんつうの、俺をこう立てて、顔を見せるようにこうやってくれてね。ほんまはこう天井を見てグッてやるような技やねんけど、タワーブリッジ。タワーブリッジ。こう僕を、抱えてグッとエビゾリにするような技ですかね。逆に、うん、わざわざ顔をカメラマンに向けて、すごいですね。すごい、ものすごいちっちゃいですね。ものすごいちっちゃい、151とか本当に、うん、すごい可愛らしい女の子、すごいパワー、マジの筋肉やった。へ、痛い、あのね、多分本気でやられたら、へし折られてると思う。うん、あ、そうそう、ギリギリの、あーとかって言えるぐらいちょうどええ感じにしてくれる。あれ、プロやな。プロ。すごい。すごいわ。プロ、カメラ位置まで気にして。すごいな。すごい人やった。アキラ持った。串田明さん持った。串田つけろよ。串田明さんや。ゼロパーの方のアキラ持った。翔太くんとか何芸能人なの？そうやね。丸々芸能人。そういうのでね、オファーあるかもしれないから、テレビの。僕らその、なんとか芸人ですみたいなの出るときはありますけど。あるある、うん。いや、皆さんのイメージで決めてくださいよ。何芸能人？はい、中性、中性芸能人。中性芸能人ですけど。お姉芸能人。お姉っぽい芸能人。どこにあるの？お姉アンダーガール。その要素が。お姉アンダーガール。髪染め芸人は？見た目だけやん。髪染め芸人。芸能人な。芸能人。声優っていうくくりもある、うん、な、何々声優っていう。いやでも、マネージャー、でも意外なところマネージャーぽっちゃり芸能人。お子だからな、マネージャー。マネージャーにあるある。すげえ厳しいマネージャーにある。でもまあ、天使なんじゃないでしょうかね。天使芸能人。天使芸能人。他に誰がいるくくりで言うと。天使芸能人。天使。天使ですか、天使芸能人。声優業界ですか、いや、全部芸能人でもいい。芸能人でもいい。天使。天使ですか、僕しかいないですよ。8人ぐらい出てくる。8人。もうそれ、メンバー揃わないと番組やってくれもんな。カメトークも大体。せめて6人ぐらい。6人。そう、あ、そうですか、あ、じゃあ、天使か、天使。俺、天使。天使しか思い浮かばねえけど。誰、あの、エビさん。天使ですか、天使。天使さんと話してみたいなんですけどね。すぐ愚痴るけど。お葬式で笑うような人やで。だから天使なんじゃないですか。言ってたけど、お葬式ダメなんだよね。僕笑っちゃうんだよ。なんでやねん。すげえな、笑っ天使、誰でしょうね、天使。天使。ね。全然思いつかないな。天使ないな、天使。